自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる、雨の日はお休みのするといった。はい、おはようございます。ただいま朝の7時35分です。ですね、ホテル朝食付きだったんで、朝食食べてからですね出てきました。今から準備してですね、静岡、とりあえず焼津の方に向かいたいと思います。今日はどれぐらい走れるかちょっとやっていきたいと思います。浜松ぐらいまで行ったらいいのかなと思ってますが、どうなることでしょうか。とりあえず行ってきます。4日目もよろしく。じゃあ行きます。よいしょ。あ、準備に10分ぐらいかかりました。とりあえず1号線出てみますか。ここまで1号線で行けるかどうか分かりませんが、1号線の旅なんで、1号線に向かって行ってみます。今日も綺麗に見えます。でもまあもうすぐ富士山と終わるんですね。はい、でですね、富士川を今から渡るんですが、1号線です。1号線の側道に歩道がついててこれで渡れそうなんですけど、めちゃくちゃ細くてですね、ちょっと怖いなと思ってます。ゆっくり行きますという感じで、とりあえず富士川を渡って、西側に行きます。はい、道に迷ってますけど、ようこそ静岡市って書いてあるんで、多分静岡市に入ったって感じでしょう。あそこの堤防の向こうが多分海やと思います。多分です、踊ると思います。とりあえず進んでいこうと思います。清水に入ってないと思いますが、こんな道あったんですね。上が1号線ずっと走っております。自動車専用道路です。その下ですね、海岸線の堤防の横に道があったんで、ちょっと回してみました。高波来たら一頃の道ですな。でもなんかずっと続いてそうなんで、しばらく行ってみたいと思います。あー、穏やかでいい天気ですな。この上のね、1号線ね、そういえばですね、台風の時に改装してて、すごいもう雨でね、ほんと死ぬかと思ったことありましたね。ということでですね、天気がいい日はめちゃめちゃいいんですけど、天気が一旦荒れるとね、外見ですからね、かなりこの道路と海の距離ですから、かなり荒れますね。はい、この辺がゆら宿みたいですね。はい、再度ですね、1号線に合流して、1号線の歩道を通れということで、自転車と歩行者は歩道を行けと、歩道を行くことにします。はい、今10時17分ですね。清水駅前を今から通過という感じでございます。はい、東静岡駅前でございます。はい、1号線をひたすらまだまだ、西に向かって進んでいるという感じでございます。はい、11時3分
3分ですね。広岡駅に到着しました。八重洲で昼にしたいと思ってますんで、よいしょ、もうちょっと頑張ります。はい、せっかくなんで家康の銅像を撮っときます。世界を撮りました。行った、八重洲の方に行きます。八重洲市に入ります。ここが
やろ、こっから行くダメやろ、マジの。トンネル通ればよかったかも。なきゃいけんか。よいしょ。こっから下る。よいしょ。下りや。よかった。魚センターの看板がやっと見えました。桜エビ食べたかったんですよね。うまい。はい、とりあえず4時39分ですね、島田のホテルに到着しました。浜松まで行こうと思ってたんですけど、ちょっとねお尻の調子が良くないんで、それをチェックインしてきます。はい、4日目の総括でございます。その前にちょっとビール飲ませてください。お疲れ様でした。乾杯。今日ね富士駅から今島田駅、72.19キロ、約70キロ、今日起こったメイントラブル大きく3つぐらいありまして、1つ目はですね、150号線がですね、2つ目はですね、朝からですね、こう漕いでるとですね、ちょっとこうお尻の穴のこう周りがですね、擦れてですね、朝からちょっと痛かったんですよね。でですね、昼ご飯食べた後にですね、激痛が走りましてですね、どうしようもないような感じでですね、いろいろ考えてですね。で3つ目はですね、クリートっていうこの
ペタルとですね、シューズをこう固定するビンディングみたいなのがついてるんですけど、これをですね、こうグッグッといろいろ合わせれるんですよね、角度と、例えば前とか後ろとか。それで、その調整するために、今回一番目に、一回こう仮止めでしてて、結構トラブル続きでしたね。シオン対静岡市、静岡県ということで、静岡県の大きさをシオンが制覇したっていう動画にしたかったんですけどね。続きは明日頑張りますんで、今日はこの辺で失礼します。静岡県が抜けれました。ありがとう静岡。こんにちは愛知県。あ、ちょっとやばい、ダメだ。Thank you.